というわけで今日はこれじゃなくてですね、これの紹介です。三脚。スイーツラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。ということでね、ちょっとねかなり高さのある三脚なんですけれども、高いだけじゃなくていろんなね利点があるので、これについて今日は解説シェアしていきたいと思います。もちろんですね、いいところもあるんですが、ちょっとねこれもうちょっと改善できたらいいなっていう部分もあるので、ちょっとその辺もね解説できたらなと思います。三脚っていうと重いしかさばるし、できればね外ではあんまり使いたくはないんですけれども、この三脚が1本あれば大体のシチュエーションに対応できる三脚なので、ちょっとねこれをね今から深掘りしていきたいと思います。で、今回この三脚ですね、 K&F コンセプトっていうところからメーカーから出てる三脚なんですけれども、K&F はですね、かなりね三脚の種類がめちゃくちゃ多いんですよね。ちょっと選ぶのに迷うところはあるんですけども、今回のねこれアルミなんですよ。で、実際はね本当はカーボンで軽い方が良かったんですけど、このアルミもねかなり多機能なので、ちょっとこれにして良かったかなと思ってます。じゃあ早速なんですけど、これをねしばらく使ってみて、いい点が、私なりにいい点が5つ見つかったので、その5つについてシェアしていきたいと思います。じゃあまず1つ目、この三脚めちゃくちゃね高さがあるんですよ。で、4段まで伸ばせる三脚なんですけど、最初のね映像で見ていただいた通り、かなりね高いところのアングルまで撮影できるようになってます。で、高さなんですけど238センチまで伸ばして撮影することができるんですよね。で、例えばあんまり思い浮かばないんですけれども、まあ、高いところ、例えばその野鳥の撮影とか、セミのこう孵化するまでのタイムラプスを撮りたいとかね、ちょっと高いところにあるような被写体を撮る場合、これね240センチ近く伸びるので、かなりねそういったシチュエーションでは便利かなと思います。で、便利だと思った点2つ目はこれね、俯瞰撮影ができるんですよね。で、俯瞰撮影って言ったら、まあ主にですけども、商品紹介を撮影したり、あと料理ですね、料理を真上からこう撮ってみたりっていうのがいろいろできるので、結構ねこの俯瞰撮影っていうのは需要が多いと思うんですよね。なのでこの三脚1本持っていれば俯瞰撮影ができるっていうのはかなり利点があるのかなと思います。利点3つ目なんですけど、この下の部分にねフックがついてて、カウンターウェイトをここに引っ掛けることができるんですよね。この機能があることによって、三脚をね高いアングルで保持した時に、ちょっと風が吹いたりしたらね倒れたら怖いじゃないですか。そういった時にここにね重りを、まあ、例えばバックパックとかでもいいんですけども、重りをこう引っ掛けておくことでより三脚が安定するし、あと俯瞰撮影の時もねカメラがどうしてもこう前に行ってしまうので、重心のバランスがね崩れちゃうと怖いので、ここにねカウンターウェイトを取り付けるっていうのが便利かなと思います。それが3つ目です。で、4つ目、これがね三脚なんですけどね、見た通り三脚なんですけど、これモノポット一脚にもできるんですね。この足の1個の部分を取り外して、で、真ん中のこのセンターポールをね取り付けることで、結構ね長い一脚ができます。良かった点5つ目はですね、ローアングルの撮影ができます。で、なかなかですねローアングルの撮影っていうと、やっぱりこういった小さいね三脚、これかなりねローアングル撮影できるような三脚なんですけど、やっぱり撮影機材ってできるだけ軽くしたいですよね。で、旅行なんか行くときはもう本当にね あんまり持って行きたくない、三脚もね本当は持って行きたくないんだけども、まあ選ぶんであれば、そのローアングルの撮影もねちょっとやってみたいなって思う時も出てくるんですね。で、そういう時はこの三脚を使えば、こういった感じでですねローアングルの撮影もできるっていうわけなんですよね。これは便利ですよね。さあ、良かった点5つ見ていきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、高いところも撮影できて、しかもローアングルも撮れて、俯瞰撮影もできて、もうなんかいろいろねモノポットにもなるっていうね、いろんな機能がこの1個にね凝縮された三脚になってるんですよね。なので、まあ最初から言ってる通り、旅行なんかね
なるべく三脚一本で行きたいときは、こういったね、多機能、超多機能のこの K&F の三脚っていうのは結構おすすめできるかなと思います。でもまあいい点ばっかりじゃなくて、ちょっとね、まあこの辺気になるかなっていうのが一つあったので、それをシェアしたいと思います。まあでも、悪い点というか、まあこれどうしようもないんですけれども、やっぱりここのね、三脚の部分がさらにポールが、センターポールが伸ばせるようになってたり、あとね、そういったいろんな機構が入っているがために、これアルミの素材なんですけど、そういう機能がね、たくさん入ってるおかげで、やっぱ重量がね、ちょっと重たいんですよね。重量が運台込みで、これ運台込みで 1.8kg、約 1.8kg あります。で、長さが49センチあるので、ちょっとね、これ旅行に持っていく、手持ちで旅行で持っていくには重たいかなっていう気はします。まあ、例えば旅行に行くときにバックパックなんかにこう刺してね、横に刺して三脚を持てるタイプのものってありますけれども、ちょっとね、この重さ2キロ近くあるので重心がこう寄っちゃうかなと思います。でそういった場合はですね、真ん中でこう背中でね、真ん中で固定できるようなバックパックであれば、まあ 1.8 キロぐらいだったらそこそこ運ぶのも苦労しないんじゃないかなと思います。まあ、これだけ多機能なので、重量とかね、長さっていうのはちょっと犠牲にはなっちゃうかなっていう感じはありますね。まあ、欲を言えばね、このアルミじゃなくてカーボン製のものの方が耐荷重ももっと上がりますし、軽くもなるので、ちょっと次回買うんであれば、そのカーボン製のものっていうのをちょっと狙ってみようかなと思ってます。でちなみにこれ耐荷重10キロまであるので、まあ、大概の装備、超望遠レンズをつけたとしても、まあ、10キロだったら、まあ、そこそこね、あの耐荷重ありますので、大体のカメラこれ上に乗るんじゃないかなと思います。この自由運台のこの部分がね、ちょっと構造的にいろんな機能が入っているので、若干こう重たい機材を上に乗せる場合は注意が必要かもしれないですね。さあ、いかがだったでしょうか。今回ね、紹介したこの K&F の三脚、いろんなね、機能を備えた三脚ですけれども、まあこの三脚ね、まあ、普段私車で移動してるので、1個ね、車にこれ乗せとくだけでかなり撮影の幅が広がるんじゃないかなと思ってます。ちょっとこれからこの三脚をね、ガシガシ使っていきたいなと思います。で、その K&F の三脚っていうのはたくさん種類があるので、まあ自分に合った、自分の撮影スタイルに合ったものを選んでチョイスするのが一番かなと思います。で、今回ね、 K&F さんからディスカウントコードっていうのをもらってますので、それ概要欄の方にね、あの 10% 安くなったり 8% 安くなったりっていうディスカウントコードね、ありますので、そちらも概要欄の方に貼り付けておきますので、ぜひチェックしてみてください。今回の動画良かったと思っていただいた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。でもね、ほんとね、いろんな機能が入ってる三脚なので、まあ、これ一本ね、あの旅に持っていけば、まあほとんどのことがね、できちゃう。これね、便利ですよね。皆さんどんな三脚使ってます？よかったらコメント欄の方におすすめの三脚とか教えていただけると嬉しいです。じゃあまた次の動画で。